SCP-860 オブジェクトクラスセーフ。 SCP-860 は一般的な形状をしたダークブルーの鍵である。ブレード部にはランダムな時間間隔で一連の数字が出現する。この数字は後にとある場所の座標であるということが分かった。 SCP-860 は示された座標に位置するあらゆる錠前型の鍵を開けることができる。また錠前型以外の扉を開けることはできない。SCP-860 によって扉を開いた場合、扉は通常の行き先にはつながらない。代わりに小さな森の中を走る幅80センチの小道の中央につながっており、この場所は SCP-8601と指定されている。すべての観察において森の中に立ち込める青色の霧の存在が確認されている。 SCP-860-1 に侵入すると直ちに扉は自動で閉鎖される。 SCP-860-1 から脱出するには森の小道を進み、別のコンクリートの扉を見つける必要がある。その扉を通ることで元の世界に戻ることができる。しかしこの SCP-860-1 には超危険な生物が生息している。やあ諸君、今日みんなには SCP-860-1 から脱出してもらう。こいつはかなり難易度が高そうだな。僕が今手元に持っている鍵がSCP-860。 そしてこの鍵を使ってあのドアの向こう側へ行くと SCP-860-1 へとつながっている。なるほど、異空間に侵入しそこから脱出しろというわけか。なお SCP-860-1 からの脱出は非常に難しいため、各自1個だけアイテムの持参を許可する。脱出ってことはステータスが上がるアイテムを持ってった方が良さそうだな。めんどくさいね。ん？今、めんどくさいって言った？ああ、今のは口癖みたいなもので、本当にめんどくさいとか、そういう風に思っているわけでは。よし、それじゃあ今から SCP-860-1 に侵入し、脱出してもらう。覚悟はいいか？はあ！覚悟などとうにできている。それにこの俺にアイテムは不要だ。それじゃあミスターマネ、トップバッターはよろしく。なあその前に、いつもたくさんの高評価ありがとう。動画のいいね数が多ければ多いほど新しい研究施設や今回のように新しい SCP を扱うことができる。だからみんな高評価よろしく。目指せ毎動画3500いいね。すまない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 。それと右のボタンからチャンネル登録とベルマークの通知設定も忘れずに。はあ、では SCP-860-1 へと侵入するとするか。鍵はこれで、扉はこれか。さあどうは、どうは、ここは一体どこだ。なるほど、中身はアスレチックになっているのか。はっ、この俺はアスレチックが大の得意だ。ここでしくるわけがないな。はっ、やはりこの俺にアイテムは不要だったな。ではさっさと進んでいくとするか。どうだこのか。ブワッ、言い忘れてたけど、そこのアスレチックで落ちると死亡するからね。マジかよ。まあけどアスレチックだけじゃなくて危険生物にも注意しないとな。
だから俺は護身用にこの金の剣を持ってくぜ。それじゃあ早速、おいっ、ここは SCP-860-1 なのか。なんか前方にいるぞ。まさかあいつが所長が言ってた危険生物かもしれねえ。いや絶対そうに違いねえ。よかった金の剣を持ってきて。これがなかったら俺はただただやられていたぜ。あいつ俺のことに気づいてないんじゃねえか。だったら今がチャンスだ。強襲していくぜ。ほら食らえ。こいつめちゃくちゃジャンプ力あるじゃねえか。けど全く攻撃してこねえ。なんだこいつ思ったより弱いじゃねえか。このまま攻撃して、おわっ、なんだミスター銀さんもやられちまったのかよ。ミスター銀さんは傷を負っています。ということは危険生物と遭遇したのでしょう。なるほど。となるとそいつを倒すための武器を持ってかないと自分の身が危ないってことだな。よし、じゃあ次は俺が行くぜ。持ってけるアイテムは一つだけだからね。まあお前のことだ。どうせボコボコにやられて帰ってくるに違いねえね。それは兄貴のことだろう。まあとりあえずお前はそこで黙ってみてな。よし行くわ。どうやらワープできたようだな。さて俺が今回持ってきたのはこの超強そうな剣だ。ダイヤモンドの剣の2倍の威力があるとかないとかって思ってたとこと違うな。それに危険生物の姿もない。ってことはミスターマネーと同じステージに来たのか。だったら話は早いぜ。このアスレチックをクリアしてさっさとここから抜け出すぜ。まあ俺もアスレチックは得意だからな。ミスターマネーのようなヘマはしねえぜ。てかこのステージはもしかしてその強敵いないんじゃねえか。よし、まずは第一関門突破、楽勝だったな。さて次は砂漠のステージか。の左側から行けそうだな。よっとよっとよっと、なんだ結構簡単じゃねえか。道が2つに分かれてる。まあとりあえず右から攻めていくか。ここは行き止まりか。じゃあこっちは続いてそうだな。右行って、こいつはガラスブロック、進めないじゃねえか。仕方ない、引き返すしかないな。てか今回強敵が出てこないんだったらこの剣を持ってきた意味なくないか。まあそんなことを言っても仕方ねえからな。どこに通じてるかわかんないわけだし。さてここも行き止まりか。ったくどうなってんだ。結構簡単な迷宮だとは思うんだが、ことごとく道が塞がれているような気がする。光が見えた。よし、ここまで来れば第二関門突破ってな。じゃあ次の第三関門はサボテンブロックか。こいつ踏むと足痛いんだよな。痛い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 、くそ足が痛いっつ、なしまった、ぬわ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 。ざまねな弟、だからお前は間抜けなんだよ。3人とも失敗するとは、今回の脱出はさすがに難しいかな。いいえ、あんなステージ簡単ですよ。俺がさっさとクリアしてきます。それじゃあ、うわっ、どうやら無事にワープできたみたいだね。なんだあの前方に大量に嫌がるのは。まさかあれが言っていた危険生物か。ちっ、てっきりアスレチックかと思って跳躍のポーションを持ってきたが、これじゃ意味ねえじゃねえか。まあいい、ひとまずはこいつを使ってあの化け物の胸を突破するしかねえようだな。さて跳躍のポーションを飲んでさっさと駆け抜けるぜ。どうにか敵が攻撃してこないことを祈りたいといったところだが、なんだこいつら全然攻撃してこねえじゃねえか。案外刺激しなければなんともねえんじゃねえのかこいつは。やっぱり楽勝だな。なんだあいつは
道を塞いでいるのか。チッ、面倒だな。さすがに今回は戦わねえといけねえのか。チッ、面倒くせえか。やるしかねえ。なんだこいつ、全く攻撃してこねえじゃねえか。こいつ、うわっ。やつの攻撃力はかなり高いからね。装備がなければワンパンでやられてしまう。いまだに脱出に成功したのはゼロ人。これはまずいですね。へえ、だったら次は俺が初のクリア者となってやるぜ。よし、それじゃあ頼むよ、ミスター赤ちゃん。うん、マカオは？なんだここは。やけに高いところに着地したようだが。おお、こいつはもしかしてアスレチックか。アスレチックにしてはずいぶん変なところでリスポーンしたな。てか、これだったらわざわざアスレチック駆け抜ける必要ねえんじゃねえか。普通にこの上のところ通っていけばクリアできんじゃねえか。まあ一応背中によエリトラってのをつけてきたから空を飛ぶこともできるんだが、こいつは使う必要もないな。さすがにこいつはずるいことで有名なミスターバナナもびっくりといったところだな。よっしゃ、このままクリアしてやるぜ。お、てかこれ普通にやろうとしたらかなり難しそうだな。いやー、俺はついてるぜ。まさかこんな簡単にアスレチックがクリアできてしまうとはな。まあけど、せっかくこの背中のエリトラっての持ってきたからよ、飛んでみてんだよな。よっしゃ、せっかくだし最後は飛んでいくか。よし、行け。おっ、どうやらクリアしたようでありますね。よっしゃ、 SCP-8601 攻略だぜ。で、扉はどこだ。お、こいつを踏めばいいのか。よっしゃ、戻るぜ。よっしゃ、クリアしたぜ。お、さすがですね、ミスター赤ちゃん。まさか脱出に成功するとは。いやー、いいね、初のクリア者だ。じゃあ最後は私の出番ですね。では、うわ、よっと、まったくわざわざ蹴らなくてもいいじゃないですか。おや、おやおや、何ですかこの量は。ちょっと私の時だけさすがに多すぎはしませんか。まあこんなこともあろうかと、今回私は秘密兵器を持ってきました。その名も SCP-573。 この SCP-573 は思春期前の子供や動物を言いなりにすることができます。まあ簡単に言ってしまうと、このように相手を操ることができるんです。さて、凶暴な危険生物といえどもこの笛の前では何もなす術がありません。さあ皆さん、私についてきてください。いい子ですね。うん、こう見るとなかなか可愛い SCP ではありませんか。見た目に関しては猫型といったところですね。さあどんどん進んでいきましょう。おや、皆さんちゃんとついてきてますか。いいですか、ちゃんと私についてきてくださいね。そうです、そうですよ。んですが少々遅いですね。後列組がだいぶ遅れてきました。というか先ほどから私のこの目の前にあるゲート、こちらが脱出通路ということですね。ではおさらば。なんとか戻ってくることができました。お、ミスターブラック、おめえやるじゃねえか。おめでとう、今回のクリア者は2人か。あれ、そういえばミスターバナナ君はどこへ行ったんだろう。まあいっか。ということで本日の動画は以上だ。最後まで動画を見てくれてありがとう。動画に対するコメントやリクエストがあればコメント欄にどしどし書いてくれ。